偏差値30から確実に関西学院大学に合格する日本史勉強法。まず僕の簡単なプロフィールを紹介します。僕自身、これまで4冊本を出していますが、僕の本はどれも成績が低い人に向けて書いています。僕自身とても成績が低くて勉強に苦労したので、その経験をもとに僕はこれまで3000名の方を生徒さん指導させていただきました。偏差値がね、50人に満たない人たちを僕がしっかり個別指導したことによって、その9割の人たちが偏差値60まで伸びたという実績があります。今日もこうした実績をもとにお話ししていきたいと思っています。でまずね、今日のテーマ、関西学院大学の日本史の出題傾向、これをお伝えした上で具体的な方法論を示していきたいなと思います。この動画を見れば、最短で関西学院大学レベルの日本史の実力を身につけることができる方法を知ることができます。ぜひね、楽しみにお付き合いください。じゃあまずね、こちらの関西学院の出題傾向というところをお伝えしていきたいと思います。ランクは総合7なので、マーチカンカン同率では標準的なレベル。一般的にはもちろん難しいですけどね。で、特徴なのが、用語知識は6なので、そんなに高いもの、レベルの高い暗記をしなくてはいけないわけではないんですけども、応用力が8ということなんで、かなり深いね、理解をしておく必要があるということです。応用力を重視する大学。ということで言えば、日本史がね、得意な人にとっては非常に解きごたえのある問題なんじゃないかなと思います。現代、もちろん重視なんですけども、原始から出るっていうのがね、非常に重要で、近現代史はね、特に、カンカンドレスマーチでは必須ではありますが、原始からしっかり勉強しておくってことが大事ですね。で、経済学部などでありましたら、特にこの貨幣制度とかね、よく品質ですから、確認しておいてください。外交史、社会経済史、政治史。これがね、よく問題になりますし、文化史もね、余力があったらやった方がいいでしょう。資料もね、触れてた方がいいですね。とにかく、関西学院大学の日本史は、ランクは7ですが、苦手な人にとっては結構苦しい大学になるんじゃないかなと思います。じゃあ実際の過去問も、見てみましょう。正誤問題ですね。これ近現代の話ですね。やっぱり結構ね、幅広く年代出題されてますね。資料問題もね、出ますね。なかなかユニークな問題だと思います。で、戦後ですね。必須だと思いますね。基本的にカンカンドレスマーチは近現代重視ですからね。こちらも現代ですね、むしろね。以上の出題傾向がありますということですね。じゃあね、具体的な方法論についてお話ししていきましょう。実は僕の YouTube チャンネル、この YouTube 予備校という、ね、チャンネルなんですが、その再生リストに日本史の対策動画と並べています。この動画のね、特にナンバーワンを見ていただいたら、全ての動画のね、メニューが説明欄にありますから、結構確認しやすいかなと思います。ぜひ見ていただきたいんですが、全部で5本ありますから、そうですね。全部見たとしても、30分以上はね、かかっちゃいます。手っ取り早くね、日本史の対策を知りたいという方に向けて、この後すべて必要な対策をお伝えしていきます。ズバリ、関西学院に受かるためには、こちらの参考書をやれば十分です。まずね、漫画で歴史の流れ、背景、因果関係、そういったものをね、理解してください。ストーリーとして理解していくことが大事です。漫画ですから、通常あなたが漫画を読むような感覚で読んでいただければと思いますが、具体的にどう勉強していいのかわかんないという場合は、こちらのね、先ほど紹介したこの動画のナンバーワンですね、こちらがちょうど漫画の説明をしてますので、
ぜひね、ご覧になってください。勉強するときに、まあ見れば十分ですね。まずは、こうしたね、参考書を使うみたいなことを知ってください。で、その後ね、こちらの石川の実況中継をやりますが、漫画で覚えた、理解した背景、知識をより深くね、理解していくための、まあ、語りかける形式の、まあ、参考書です。まあ、分厚いですが、それは分かりやすい説明がしてあるからこそ分厚いのであって、分量としては、ボリュームとしてはそんなにね、あるわけではないです。で、この上の方が、ある意味流れをしっかり押さえていく参考書で、ね、下が知識を深めていく参考書です。まずね、マーク式基礎問題集をやり、資料問題出ますから、一問一答やりまして、そして、実力をつける100台をやる。まあ、ここまでしっかり対策すればね、すれば十分合格力が身につけられると思います。当然ですが、過去問練習をしっかりやっておきましょう。以上のね、内容をやっていただいたら、関西学院に合格できる日本史の実力、しっかり身につくことができます。ぜひあなたもチャレンジしてみてください。応援しています。